はい、こんばんは、山根と申します。さあ、今日はね、どこにあるかというと、三重県四日市市の、京町ですね。セブンイレブンのところで、とりあえずカメラを回し始めましたけどね。まあ今日も、ちょっと連日ね、手軽な電話とか続いてると思いますけど、今日は何でしたっけ？完全走破シリーズっていうのをやってみようかなということで、高速道路、をね、支点から終点まで走ってみようということで、でかいところでやると大変なんでね、試しに面白いかどうかなっていうところで、時間も時間なんで近場のところでね、パッと行ける有料道路ということで、前からね、ちょっと気になっとったけど、そうや、最初から最後まで走ったことがないなっていうところで、どこだったっけな。あ、そうだ、知多半島道路か。ここね、ちょっと有料道路、大高から出てるやつですね。そう、新しい Google マップのやつが、なんか高速道路、有料道路と、一般国道、でかい国道ね、あれが、なんか、すごく同じような感じになってね、ちょっとね、わかりにくくなっちゃいましてね。そうですね、知多半島道路は、支点が、大高インターのところからですね、始まって、道路ですね、そう。なんでね、これをね、ちょっと、頭から乗ってこうやないかというわけでございますね。ただ、支点から乗ろうと思うと、実はオーブからじゃダメなんで、伊勢湾岸で、そのまんまオーブインターから入れるはずなんですけど、それだとダメなんですよね。だから、ちょっと実はぐるっと大回りして、大高インターの方に一回回らないといけないんで、実はちょっと、まあまあ、大回りな入り方にはなるんですけど、まあまあ、これでね、行ってみようかなというわけでございます。ついでに名二冠は完全走破は無理やな、これ。大高やから、高速ですからね。とりあえず、大高からね、行ってみようと思いますよと。まあ、大部からあれですけどね、大高インターのところまでを下道使ってもいいのかな、そうすると。まあ、そんな感じで行ってみようと思います。言ってもね、もう夕方なんでまた日も陰ってきちゃってますんでね。そのあたりも気をつけながらね、やっていこうと思うんですけど、何言っとったかというと、まあ動画のね、編集やっとったらで、まあとか、いや、そのあたりは話しながらドライブしながらやっていきましょう。さてと、ワンカンから行こうかな。そう。今ね、恵方巻きやつが出てますか。これのね、本格編集が始まってるんでね。とりあえず、4本作ったんですけど。4本作って、一般動画4本作って、8本ね、作ってきたんですけどね、朝から。誰がこう言って、普通ね、動画、夕方までに8本作ってるって言ったら、多分、多い方だし、全然、タクト的に余裕やんってなるかもしれませんけど、これ、休日ね、ほぼ1日使って、2日分しか作れてないってことなんで、実質1日4本投稿になりますんで、これから。そうですね、本当は本編をずらしてね、間に差し込むような形にしようかなと思ったんですけど、やはりそれだとね、量が作れないということでね、やはりそんなね、しゃばい投稿本数じゃね、ダメだ。1日3本でね、うぬぼれてるようじゃダメなんで、本当はね、どっかで言ったことあったっけな。本当はね、1日55本投稿したいんですよ。何を言ってるのか、あれやってね、思うかもしれませんけど、前にも言ったと思うんで、言ってなかったら、とか、調べるの大変だ。絶対雑談とかサブチャンのところで言ってると思うんで、言ってるとしたら、あれなんですけど、まあ、結構単純な話で、普通、チャンネルって言って、うちら、スターしてるチャンネルって言ってやってるじゃないですか。でも、YouTube のチャンネルって1日1本毎日動画投稿してたら多い方じゃないですか。なんでね、まあ、他のね、YouTube のチャンネルと思って見てみたらね、それでいいのかもしれないけど、じゃあ、単純にね、テレビと比べてみたらどうなのかって言ったら、テレビって一つのチャンネルで何本動画やってるのということなんですよ。でね、それを計算してみると、少ないところで1日50本ぐらいなんですよ。多いところだと80本ぐらい番組あるんです。細かい通販番組とかも挟んでですよ。全部番組の数を数えてみると、じゃあそれぐらいあるんですよね。ね、これからその、YouTube のチャンネルが、ね、その、
YouTube とかそういったインターネット業界が、地上波的なものをね、これからストラテジー転換をしていくよっていう時に、パッと見てみたら、確かにチャンネルの数が多いんであれなんですけど、1万チャンネルとかね、あるわけですから、それに対して12チャンネルなんで、それで分で総量はアップはしてるんですけど、一つのチャンネル対チャンネルっていうふうに見てみた時には、1チャンネルあたり、片や50本とか80本とか作ってるわけですよ。それに対してね、対抗するんであれば、やはり50本、80本作らなきゃいけない。だから本当は、理想は1日100本動画投稿なんですけど、それはちょっと難しいだろうなというところで、いうふうになった時に、1日50本ぐらいは作れるような体制を作りたいなっていうのは正直なところね、ありますね。うん。まあ5分動画、なんで、まあ、例えばね、他のね、ところで見た時には、1日中ね、使えるというのはなかなか難しいところですけど、実際50分動画作ってないと、ショートがほとんど占めてくると思いますんでね。うん、24時間楽しませることができる、飽きることのない番組っていうのは難しいですが、その分はアーカイブでね、カバーができるだろうということで、うん、でアーカイブでカバーするってなった時にも、画面にもやはり動画の数は1日50分くらい作っていきたいな。そうすると、100日で500本あ、じゃあ50本作るんだと100日で5000本か、ほやで1万5000本作れるのか、1年間でね。なんかすっげー無謀にも程があるみたいな数字だと思う、ね、思われがちですけど、結構ね、いるんすよ。もう、ショーツっていうかね、横画面でもう3、40秒ぐらいの動画をバーッと投稿し続けてる人とかがいて、そうするとね、今ね、2万本だったかな、上げてるところある。10万人とか20万人とかいるチャンネルがあったりするんですよ。ちょっとすいません、パッと。名前は忘れた。海外ですけどね、ちょっと出しとこうと思います。全然英語対応とかも何もなってないところなんで、でも音楽系なんで、多分、音楽の感じとかね、その街の感じとか、そういったようなところとかが、感じ取れるのが面白いかなと思う。で、うちはちょっとね、その辺りで見てますけど、そういうのがあったりしますね。100やな。うん。気にしないですけど、ちょっとね、今日デシベル計も持ってきとってね、よくね、声がでかいでかいとは言われるけど、一体どれぐらいで喋ってるのかなと思ってね、やってみようかなと思ってたら、ちょっと、体調崩しとったんで、うん。ってなっとる間にボーンとなって、カーンとなって、コーンとなって、コーンとなって、で、まず、それはもうやべえやべえ、もう、連休も終わってます。今のうちにドーンってやっとかないと、バーンって形で、とりあえずそれでガーッと作って、ポンと出てきて、ちゃんとやってくるって感じですね。そんな感じです。近況は。伝わってるかな。まあまあ、ドタバタしてますよ、ということでございますね。まあ、これからまたドタバタしますからね。